共振反共振のまとめであります。RLC 直列回路の共振で、インピーダンスのイマジナリーパートが0になるときですよ、と。そのときは、イマジナリーパート0なんで、Z イコール R ですよ、と。J オメガ N イコール J オメガ C 分の1、大きさが等しいですよ、と。それから、そのとき回路電流は最大値となって R 分の E ですよ、と。各素子の電圧効果は、抵抗は電源電圧全部で、L と C の場合はその選択度9倍ですよ、というようなことが問題となってきます。並列回路の場合は反共振といって、今度アドミタンスのイマジナリーパートが0ですよ、と。今同じ、これも大きさが等しい。今度は電流の最小値。それから電流が直列共振の時のルート2分の1になると、消費エネルギーは半分になる。そのことを反値幅というよ、と。で、オメガで表すとこうなるよ、と。これを選択度の Q と言っていました、と。で、直列共振の場合のこれ話がしてあって、直列と並列の違いについて、まず簡単に説明し、並列共振の場合の Q を求めてみる問題とつながっています。並列共振の場合のオメガ0と、ルート2分の1になるときのやつを計算していくと、こんな感じになって、ちょうど直列の時と逆数の関係になっているということがわかると。この Q を、共振の数度差または選択度というぞということで、例題として、直列共振、並列共振に共通な Q の定義はないかなということで、なんかこんなような問題を、ちょっと書いてあります。で、エネルギーのことを計算して、Q の説明と。それから並列回路の場合で、こうなっていて、Q を求めて、この場合もエネルギーで説明して、どうなっているかということを書いております。さらに RL 直列回路で Q を定義できないかということで、こういくと、上の方のパターンからするとエネルギーでこんな感じのはずなんで、ということで定義しております。ということは RC もできるはずで、このパターンなんで、さっきのデビューの関係を使うと、こうなって、これが RC からの Q ということで定義できると。今度は並列共振の場合で同じようにして、エネルギーを基準にして考えていくと定義できるよ、と。RC も一緒で、並列からの場合もエネルギーを中心に定義していくと、このようにして Q がやっぱり定義できるよということが書いてあります。応用編では、じゃあ直列共振と並列共振が両方と存在していたらどうなるかなという問題を、直列と並列で、さっきの直列の RL と並列の RC の Q を使いながら、考えております。そうすると、こんな感じになっとるよということがわかります。これをマスキャドを使って、インピーダンスの変化を見ていくと、こんな感じのものになるんで、ここのロゴをそれぞれちょっと可視化してみます。この場合も同じで計算していって、こう変形し、グラフにするとこうなるんで、というような点が求まってきます。赤い点は
電圧の角度が、生み出す角度が0となると思います。緑の点はおそらく最短距離だから、出入りの最大とかそういう時かなと思います。これも多分最大値だと思います。を求める方法が、まあ、この辺りかな。で、またこんな回路と。こんな感じで、半共振と共振のやつを求めていこうと。それからこんな回路。インピナンスを求めて、やっぱりオメガゼロをこんな感じで求めると、まあ、基本、ルート LC 分の1というやつが入って、なんか係数が取って形になるかなという感じかと思います。こんな回路もどんどん計算できて、やっぱりルート LC 分の1な係数がちょっとつくと。このちょっと複雑な回路の場合も、円線図を書いてやると、この R の分足してあれば、こうなるんで、まあ、この場合は何がわかるかといったら、接線になるところと接線になるところと、最小値と最大値というのがそれぞれ求めることができて、周波数特性とのその関係になるというものを可視化することができます。まあ、いろんなパターンで周波数特性も絡めながら説明がしてありました。はい、以上です。